今シェイク中にあたり、やっぱりですね。まず、はい、船べりにこういう竿を掛けですね、はい、船べりで重りが安定しないと餌付けとか取り込みの際に手間取るので、はい、ここにこういうビニールカップで、はい、ここに重りを置いて魚外したり、はい、餌付けしたり、うん、魚挟む、はい、ハサミですね。今ちょっと赤クラゲが出てきてるんで、赤クラゲをこっちとハリスをこそげ取るみたいな時にこういうブラシとか、まあ、あとは針外し、あとこれは吸湿性のタオルですね。まあ、こういう状態で置いとくって感じですね。なるほど、はい、じゃあちょっと次仕掛けの方をちょっと教えてもらってもいいですか。はい、仕掛けは今日は天秤でとりあえずやってみます、はい、それで、振り分けのタイプになっていて、はい、上の長さが25センチ、短い方のハリスが25センチ、はい、長い方のハリスはちょっと60センチで始めてみます。じゃあ餌付けは基本的には頭つけていてもまずいいんですけど、はい、あんまり太い餌は選ばない、はい、頭はそのままで、頭ちょっととりあえずこうつけておきますね、はい、で頭口からこう入れて、まあ、頭ついてる場合はちょんがけぐらい、はい、このぐらいで、うん、で長さ的には5センチぐらいからやります。5センチぐらい、全体5センチぐらいから、はい、杭がまあ今渋い前提なので、はい、基本的にはある程度長さはあった方がいいです。長め、渋い時は、うん、で今これで5センチぐらいですけど、これで当たりが少ないようなら 6センチ、7センチ、まあ、8センチぐらいまで伸ばしてもいいかな、はい、ただその場合やっぱり細いの太いのはやっぱりね回っちゃうこともあるし、はい、食い込みの点でやっぱり落ちるので、はい、細いやつ、細めで長めにつける、うん、そうです。頭切ったんだったらこう少し通し出しに、はい、ちょんがけよりはちょっと通し出し気味にして、はい、これもやっぱ長さでこれで6センチぐらいですかね、6センチぐらい、このぐらいですかね、全体5、6センチ、こんな感じですね、はい、はい、こんな餌付けですね。であと食い気によってこうやってて当たりがいっぱいあるんだったら、頻繁に当たり出るようだったら短くしていって当たらせた方がかかりがいいんで短くしていく、当たりが少ないようだったら少し長めにしていくっていう買い方ですね、はい、まあ、一般的に東京湾で天秤仕掛けっていうと大体80センチぐらいのこう枝張り出した仕掛けが標準なんですけども、僕らはもっと短い系統でやっていて、今ここがさっきも言った25センチですね、長い方が60センチ、これは状況によってまあ20センチと50センチとか20センチと40センチってそのぐらい短くする方向で調整します、ね、作っており、で作り方としては全体の長さ決めたら両側に針結んじゃいますね、1本の針スに、1本の針スに、で真ん中決めた長さ決まるとこに真ん中折り返して父輪でつけますね、作ります。で僕はここにスナップつけてて、これで取り外しの交換ですね、はい、短い方のメリットはこう仕掛けがこう落下してって、ここで今これで今この長さでだいたい25、まあ30センチ前後ですよね、今この落ちた着手状態で、もうこのとこからもう魚の遊泳層にはほぼ入るので、だいたい魚が30センチぐらいの範囲までは泳ぐっていう想定で、冬場はまあイグイ傾向が多いんでもっとそこだと思いますけど、この針はすごいこう落ちていった時にもうすぐにこう魚の遊泳層そこまで落ちていくんで、これでまず一発目狙うんですね、ホールのこうホールして楽観の誘いで、で短ければ短いほど、まあ、まあ20センチぐらいまでやるんですけど、もう魚がいてそこいたとこに入って魚の食い気があれば、もう着底の瞬間にこう当たりが出るぐらいな、そこから取っていくんですよ。でそれを、さらに食い気があって続くようだったら、状況でそこを一発かけてわっぱりかけて少しもうちょっと誘い気味にやって2匹目狙う、ダブルを狙う、そういう釣りもできます。短い方が、まあ、投げるときも圧倒的に投げやすいですし、水面触らないのでそういうメリットもありますし、取り回しよいですね、船上での取り回しよいし、やっぱり短い方が竿のこう誘った動作に対してこうダイレクトにレスポンスが効くので、アクションがしやすい、アクションしやすい、だから誘ってもう攻めてっていう釣りに生かすために短い方を使ってますね、はい。
ましたね。今投入して、今着底したところで少し当たり待ちます、はい、着底してテンションかけたまま、はい、じっとしてる感じ、ゼロ点を保つ、そうですね、ゼロ点保ってラインテンションかけた、はい、で当たり待ち、当たんなかったら少しこう引き出して、はい、まあ、ゆっくり効いてる感じで、そこを引きずってるような感じ。これ止める時っていうのは何秒ぐらいっていうのはあるんですか？まあ、天秤だったら、まあ5秒、7、8秒ぐらいな感じで、それぐらい待つんですね、うん、場所を探していくような感じのイメージで、はい、まあ、長すぎず短すぎずぐらいでまず探るんだったらこう、まあ、当たりだと、まあ、重りがあんまり離れない、そこから離れないような感じ、もうちょっと早く誘うんだったら少し浮かせ気味に、もうちょっとこういうふうに、はい、今はこの重り浮かせてるで、浮かした時はもうあとテンションかけたままそのままカーブホールさせるみたいに当たりましたね。来ました、さすがですね。今のは どこで当たりが出たんですか？今あの浮かせ気味にスライドさせたとこで待ってるとこで、はい、重り着底する前ぐらいにコツンと当たりましたね。あ、いいサイズですね。いいですね。基本的にみんな誘いっていうとこう、はい、サビク、サビク、普通のサビクイメージは、はい、まあそこをじっくりこう動かして横に動かしていく、はい、それをもうちょっと僕がよくやるのは、はい、もうちょっと早くこう高さを出してこうスライドさせてくるように引っ張る、うん、高さを出してスライドさせる、ゼロテンションで、ゼロテンションで誘い入るときにもう少しこう浮かしながら、もうこういうふうに引っ張って浮かしながら、はい、でスライドするようなカーブホールでこう着底待ってる、はい、それ意外としっかりやってると、はい、どっかで触ってくる滑水良ければ、はい、今シェイクパターンで当たるような気もするので、ちょっと遠くでもちょっと重りの位置がずれないぐらいにこうちょっとシェイクシェイクシェイク、やっぱこう投げてる飛距離によってそのシェイクの強さって変えてるんですか？そうですね、まあ、シェイクの強さと、あと、はい、ずらしたくないときは、はい、ある程度1点からずらしたくないときは、うん、あまり大きなシェイクして重りが持ち上がりすぎると、はい、ずれますよね、当然、はい、手前に連発、ある程度ずらしてもこう魚ついてくるようだったら、まあ、少し強めのシェイクでずらしながらシェイクしてっちゃうみたいな、ただそのシェイクを、まあ、強いにしろ弱いにしろ、はい、あまりこう激しくシェイクを続けすぎると、はい、こう当たった時の当たりを察知するのとこう合わせるタイミングがちょっとずれちゃうので、あ、まあ、あんまり長く、まあ、10回ぐらいシェイクしてもいいけど、はい、ちょっとずつちょん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 って当たり見ながら、ちょん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 ってやりながら見ながらとか、はい、そういうパターンを混ぜていく感じですかね。で、思ったより早く早く誘った方が反応しますよ、反応するときは。結構釣れないときはこう静かにゆっくり待ってるとかそういう方向に行っちゃいがちなんだけど、はい、あえて来ました、来ましたね。さすがですね。短い方の方でもかかってくる、ね、短い方ですね。これでよくこう短すぎて釣れないんじゃないかみたいなイメージ持たれる方が多いですけど、はい、現実にいっぱい釣れますからこれ。次、ちょっと夏のパターンとしてはどういう誘いが、夏ですね。夏だったら、はい、今はちょっと季節的にはちょっと落ちのまだ延長線上みたいな時期なんで、はい、落ちギス対応であんまり早くどんどん誘い込まない。夏だったら、はい、今もう着底させて数秒待ったらすぐに大きく誘って早めに聞いてまた、ね、数秒待ったまた聞くようなパターンだったらこういうパターンでどんどん手前、はい、結構早いんですね。はい、で例えばズル引きするにしても、はい、重りつけとくにしてもスーッてもう横こう差を少し寝かせるこのぐらい引いてる、でこれのストップアンドゴー、はい、このぐらい誘ってストップで数秒止めてまた誘って、でスピードでも魚は追っかけてくる、追っかけています。夏場だったら全然
むしろ速い方が追っかけるような、まあ、リアクションさせるような見せ方、そういうことが効く場合が結構多いですね、夏場の活性が上がってるときは。はい、じゃあ次、じゃあちょっと冬のパターンとしては。冬ですね、はい、冬は、まあ、当たりの出が早、まあ、遅いのが遅いっていうパターンが多いんで、はい、まあ、1箇所こう少しこう揺すって待ってるとか、はい、止めて、そうですね、止める要素は必要ですね、天秤でもある程度定点の釣り的な感じですか。そう、定点の釣りに近いことをやっていきます、天秤で。広く探るのは、まあ、はい、場所ずらすっていう意味での広く探るの、まあ、ちょっと胴付きの釣りに近いような探り方もしながら、はい、ゆっくりめの体をゆっくりこう聞いていく中で、当たり触るか触らないかとか見ていくとか。じゃあもう冬はスローな釣りですね。そうですね、冬の方がスローですね、はい、天秤で。例えば少しこう小突いてても、はい、重りが持ち上がらないぐらいの小突き方をした方が、はい、重りが踊ってるぐらいですか。そうですね、重りが踊ってハリスが少し触れるぐらい、はい、の方が魚が基本的にイグイなんで、イグイのところに出会ってその誘いが来けば当たってくる、はい、なるほど。夏 の、 そのスピード重視の誘いと冬 の、 その定点のスローな釣り、そうですね、そこので、やっぱりこの H っていう竿は、そうです、その誘いのレスポンスがすごく出るので、かなり操作性は、はい、いいですね、かなりいいですか、ね、はい、まあ、やっぱり当たり、はい、前当たり的なこう本当違和感ぐらいの小さな当たり、まあ、出にくい当たり、小さい触ってるような当たり、前当たり的なもの、はい、全てこう感じられるだけ、ね、全て感じてかけに行きたいんですよね。だからそれを、だから誘い動作と一体でこう攻めて、はい、当たりをどんどん感じて積極的に釣っていくっていう釣りに、やっぱりレスポンスの誘いレスポンスが効くと感度の良さが効くということで、はい、それでもう手放せない調子になってますね。これもメタリア新しくリニューアルされて、今の極へのエッジとほぼ同じ調子になってて、しっかりこう誘える感度も十分出る竿になってて、目感度ももちろんそうだし手感度も出る、そういう竿になってるんで、もうこれ、まあ、攻める釣りにはおすすめですね、絶対ね。であとここが極限とかっていうのは、ここ2本釣りになってる、はい、ここで2本釣りになってる、はい、極限の場合は先端で2本釣りになるんですけど、はい、まあ持ち運びも楽だし、だから柔らかい竿だとやっぱり穂先とあと胴の部分も柔らかいようなやつだと、はい、やっぱり当たりがやっぱり吸収されちゃってるのが多いと思うんですよね、本当に小さな当たりだと、はい、だからそういう当たりが分かるっていう感動があると思います。これ当たりなのかっていうのがかけていけるので、はいはい、島さんといえばこのペンシル持ち、そうですね、こういう持ち方です。これってなんでこの持ち方になってるんですかね。これははい、まあ、元々僕がオリジナルわけじゃないですけど、はい、持ち方的にはこの中指と、持ち方はね、僕は本当に鉛筆を持つみたいに、ここが鉛筆だと思ってこれを持っているような、はい、ああ、なるほど。あとここはここのビールのこの足にこうちょっと添えるぐらい、当たるぐらいの感じにしといて、はい、要するにこの3本でこう動かせるような感じのイメージ、柔らかく、はい、柔らかくこう手首、ここはもうあんま動かさないで、手首で、手首だけで、はい、であんまガチッと握ってこう強く握っちゃうと動きが悪いんで、はい、まあソフトにふわっと握ってる、動かすときはこのままギューって当たったときにこう ついていける、こう手首でヒュッて送り込めるぐらい、そういうこともできるし、あとまあこう手首プラス大きくもっと動かしたい場合は、はい、まあ、誘ったときキュッてやったのもこのままそこの延長線で肘までこう使って持ち上げるとか、肘とか腕使って持ち上げるとか、そうすればまあ定点を場所をずらしていくようなことも十分できるし、はい、であとこう巻くときは、巻くときはある程度竿尻の短い竿ってこうこのままこうやって巻こうとするとどうしても手首結構負担かかったりブレたりするので、巻くときはもうここにこの肩とか腕とかこの辺に当ててこう安定させた状態で巻くのが楽だし、まあ手首の負担も、疲れないです、はい。胴付き仕掛けについてちょっと聞いてもいいですか。はい、じゃあ今日はこれ今2本針にしてますね、はい、で2本針、はい、でこの本線というか元巣、これが 1.5 号1.5号ですね、はい、で
ここに、この間隔が今45センチ、はい、でハリスはクロスビーズ、ダイワさんの D ビーズで出してます。一番ちっちゃいやつ。そうですね、一番小さい S ですね。 S で D ビーズでこうあのガイドの穴が色ついてるんで、通しやすいですね。通しやすい、はい、いいと思います。で、ここの本線のステイトはこれ今10センチですね、はい、まあ、大体10センチから15センチぐらいで作ります。で下もクロスビーズですね、はい、でハリスは1号、はい、1号で約40センチ、はい、40センチから35センチ、まあ、そのぐらいの間で使っていることが多いです。であとここは、まあ、なるべく小さいウェイトの軽いあの水べりにしてます。それでなんかハリスのこだわりみたいなのって、ハリスはこれ今ナイロン系のスペクトロンセンサーを使ってます、はい、でスペクトロンセンサーはすごくナイロンなんだけどこう、はい、張りがすごくあるんですよ。フロローと同じ感覚ですよね、はい、で糸癖もつきにくいですし、はい、こう糸さばきすごくいいんですよ。仕掛け結ぶときなんかもすごく結びやすいですね、はい、で僕基本的に天秤の仕掛けも胴付きの仕掛けもハリスは1号でやりますね、はい。次ちょっと針なんですけど、針、はい、針は何を使ってるの？針は、これはダイワの闘魂ですね。闘魂の T2 ってやつですね。T2、はい、はい、袖型に近い形で針先が少し内側に入ってるぐらいの感じの針ですね、はい、で7号基準でだいたい1年中通せると思います。7号で、はい、ピンからでかいの全部いけるんです、ね、はい、はいはい、それで本当にピンとか小さいサイズが多いんだったら6号もありかな、はい、6号もで落とす時もあるよ、はい、でもで基本7号があれば、基本7号があれば対応できちゃう。ちょっと豊島さん、胴付きの仕掛けの誘い方、はい、はい、胴付きは、はい、今これゼロテンションぐらいで、はい、まあ当たり待ってるような、はい、これで当たりが出ればまたこう聞く動作で合わせて、でこの聞きの、はい、こう止めとく感覚とか、はい、10秒待ちなのか15秒待ちなのか、はい、発声が良ければ5秒待ちぐらいとか、ね、5秒とか7秒ぐらいでこう聞いていく、はい、その途中で当たりが出る。で場合によってはもう当たり出なくても、はい、聞き上げで当たりを取っていきながらかけちゃう、はい、テンションかけたまま待ってて、はい、こうゆっくり聞いた方がいいのか、はい、止めといて、まあ、ある程度速さでこうキュッと聞いちゃった方が、少ししゃくり気味にこうシュッと聞いちゃった方がいいのか、はい、まあ、反応が魚のリアクション的に食っちゃう場合もあるし、はい、それはその時々ですね。仕掛けさばきっていうか、はい、手前祭りしないとか、そういう点ではやっぱり天秤より圧倒的に仕掛け安定度出せるのはビギナーさんとかそういう人でも出せるっていう感じ。まあ、あの入門的なとこからでもやりやすいのがどうっていう、まあ、扱いしやすい、そうですね、扱いしやすい。であとは、やっぱり数釣るにはやっぱり広く探っていただいて、はい、その広く探っていく段階で聞きながらこう定点をずらして、はい、定点を何点も作っていって船下まで探っていく、はい、はい、それが基本です。やっぱでもそこの釣りをするときはやっぱり胴付きの方が、そうですね、止めやす、止めといて安定度があるってことですね、はい、であと仕掛けのハリスの漂い度が誘いになるんで、はい、結構漂ってる仕掛けが。あと胴付きは基本的にまあ潮の緩い方がまあ向くかなっていうふうに思っていて、はい、僕らもだから使い分け、天秤と胴付きの使い分けで潮緩くて潮止まり近くなって当たり天秤に出せなくなってきたなっていうところで胴付き変えたりする、することはよくあります。そういうタイミングで変えたりするんですね、はいはいはい、おっとっと、来た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 、上っ張り来ました、上っ張りに、そうです、上っ張りに来ました。いいサイズですね。来ました。
今入れたとこで着底待ちでちょっと当たり出た、はい、少しサイズアップ。今のは着底したとこでそのままステイで待ってて、ちょっと割と数秒で当たりが出て、ファミングして着底、ラインすぐ張って当たり待ち、当たりましたね。今言ってるの俗に着底一発みたいな取り方ですよね。そしたらやっぱり上っ張りにかかるね、こういう風に上っ張りに、まあ、当たりそうだったけど、当たったんですけどね、うん、ちょっと微妙にさっと、お、来た来た来た、なかなかかからない。当たりましたね。これもまあまああるかな。18センチぐらい。揉まれた時ってどうやって針外してるんですか。僕はオーソドックスにこう入れちゃいますね。ランにこういう風に入れて、でなるべくこう横に揺すりながらこう引っ張ってくる。揺すりながら、そう、左右にこう揺すりながらじわじわって一気にグーって引っ張るんじゃなくて、はい、そんな感じが外れやすいと思ってます。それで外れないようだったら、こう上顎のね、頭の下の骨かかってとかガチリってかかっちゃってるって判断したら、もう針外し使います。来ましたね。やっと来ました。さっきから当たりはあるんですけどね、ちょっとかけらんなくて。当たりがあったらシェイクするんですか。当たりあって、そこでかかんないような感じだったら、はい、ちょっとその場に周辺いると思って、はい、ちょっと誘い気味にこうシェイクしている。あんまり定点の位置をこう大きくじゃなくて、重りがあまり持ち上がらない程度でこう優しくシェイクする、優しく一点をこうシェイクしてるみたいな。シェイクしたらかかりましたよ。言われた通りにやったら当たった、シェイクと小さいな。多分ちょっと小さい。よし。ダブルヒットです。ダブルヒット。まあ、ちょっとシェイクパターンです。シェイクパターン。定点シェイクパターンみたいな感じで。島さんどうですか、このメタリアのデザインは。あ、そうですね。あの前は赤基調だったと思うんですけど、はい、あの渋めな感じにちょっと洗練された感じの、はい、かっこいいんじゃないですか。かっこいいですね。うん、あれ大島さん今日は MH を使ってるんですよね。はい、そうですね。僕はどうですか。 MH の165を使ってるんですけど、あの操作性ももちろん MH であっても操作性すごいしやすくて、ね、はい、でなおかつこう魚をかけた時にやっぱこう竿が曲がるんで、はい、やっぱ面白いんですよね、はい、で僕なんかちょっとあの天山台が結構やるんですけど、はい、ペンシル持ちよりはちょっとあの普通の持ち方をすることが非常に多いんで、やっぱこのゼロシートでこれ
ブランクスタッチができるんで、そうですね、これこういう持ち方もね、これまたかなりメリットなところなんですね、はい、まあ、MH と FH で、まあ、今まで普通のいろんな差をありますけど、はい、柔らかめ使ってる人がちょっとこういう MH とか H 使ってもらうとかなり変わると思うんですよね、はい、ちょっと 7-3 調子結構使ってるよっていう人は、まあ、ちょっと H だとちょっと硬すぎるから、まずはちょっと MH を使ってみて、うん、それもありですね、それもありですよね、はい、はい、ご視聴ありがとうございました。こちらの動画も面白いらしいけん、皆さんチャンネル登録もしとってねー。